マテリアルズ愛。今回は光の一方通行の話。何それですよね。ともかく透明なフィルムと偏光板を用意しました。偏光板の表面にフィルムを貼ります。一つは形を揃えて、もう一つはわざと45度曲げて貼ってみます。両方を透かしてみると、もちろんどちらにも差はありません。しかし金属の板の上に置くと、あれ、45度曲げた方が暗く見えませんか？暗いというのはこちらに光が届いていないということですよね。理由は2つ考えられます。一つはこちらからの光が鏡には届いていないこと、もう一つは鏡から反射してくる光がこちらに届かないこと。一体どちらなのか確認してみましょう。用意したのはレーザーの光です。鏡とフィルムを隙間を開けて配置、そこにレーザー光を当ててみます。通常光は鏡で反射して跳ね返り、レーザーポインターの横に置いた紙のスクリーンを照らします。途中には先ほどの2つのフィルターを置いて光の様子をそれぞれ確認します。まずは普通にフィルムを貼った偏光板から。スクリーンには反射したレーザーの光が映っています。続いて45度曲げてフィルムを貼った偏光板。あら、光はごくわずかに届いている程度です。比べてみると明らかな差。だから先ほどの金属の上にかぶせた時に違いが出たんですね。一体どこで光が遮られてしまったのでしょうか。さらなる原因究明のために用意したのが液体窒素です。今回は冷やすためではなく、この湯気でレーザー光線の通り道を見るために使います。普通にフィルムを貼った方、光は V の字を描いてスクリーンまで届いています。45度曲げて貼った方はどうでしょう。鏡で反射した光は偏光板で遮られています。こちらの偏光板は光を通さないようです。でも待ってください、レーザーポインターから出た光が鏡に向かう時には光を通していました。実はこの偏光板、一方通行にしか光を通さないフィルターとして機能していたんです。これを光アイソレータと言います。光を一方向にしか通さない光アイソレータという装置、我々の生活の中でもとても重要な役割を果たしているんです。例えばレーザーを使った溶接機、金属を溶かすほど強いエネルギーのレーザーを当てますが、反射したレーザー光が機械自身に当たったら壊れてしまいます。そこで反射してきた光を通さないように光アイソレーターが使われています。他にも通信に使う光ファイバー、情報を伝える強い光を入れようとすると光ファイバーの入り口で反射が起きます。その光で光源が壊れないようにするため、やはり光アイソレーターを入り口に置いてあるんです。面白い性質を持った材料には、なるほどと思える役割があるんですね。ところで、なぜ光を一方向にしか通さないのか。少し専門的ですが、大雑把にはこんな感じです。偏光板に当たった光は平たい板のような波だけがすり抜けます。その後に来る透明フィルムには光をねじる性質があります。今回のフィルムの厚さではちょうど45度ねじられ、ここから螺旋を描きながら進みます。金属の表面では光は180度回転してから反射します。フィルム内部で再び45度ひねられた光は、入った時の逆でまっすぐの波として出ていきます。すると偏光板にたどり着いた時、光の波はちょうど縦の状態のため偏光板をすり抜けられないというわけです。少々難しいですが、繰り返し見てみてください。